はい、ジャン君。8月25日です。毎日の、にゃんこ動画、ほとんど少しずつしか撮れていませんが、状況をお話しします。22日の日にようやく、エアコンが入って、それまでの、暑さ対策、うんぬんはなくなりました。そしてそれから、もう3日経つんですけれども、ようやく、他の共用部分ですね、みんなで使う部分、台所とか風呂とか、その辺のところが落ち着いてきて、自分たちの部屋を今日から片付けようというところですね。まあ多少はできているんですけれども、大掛かりなことをやらなければいけないので今日やります。で、一つ心配事というかですね、うちの場合は大体何があってもいろんな時に心配事はあるんですけれども、ポンちゃんですね、ポンちゃんがこうやって見ると元気そうに見えるんですが、ちょうど引っ越しの、まあ出発する時ですね、前日からケージに入ったかな、夜入ったんだっけ、朝だったかな、入って、引っ越し作業をしている最中に気がついたのが、この右前足、左ですね、左手をちょっと引きずっているのをその時に発見しました。で、まあケージの中にいたので、ケージの中でそんなに骨折するようなことってないだろうなと思ってですね、まあ様子を見ようということと、あとは引っ越し自体ですね、で移動があって、こちらに引っ越した後はケージの中にまだずっといるんですけれども、5日間ですね、その前1日家だったからケージは6日間います。運動不足かなと心配しているんですけれども、それよりもここの中で移動している時にやっぱり少し足を引きずっているように見えます。ということで、今日ですね、自転車で町の動物病院を探そうということになりました。一軒だけ、見つけてはいるんですが、どうやら、何軒かあると思うんですよね。あの前々に地図で調べた時に意外と動物病院あるぞということは分かってます。それを、インターネットがまだあと6日間つながらないんですね、検索できないということで、近所の公民館に1台ネットにつながりそうなコンピューターがあるのを発見しました。それと、マクドナルドとか、何でしたっけ、コーヒーを飲ませるところね、ところの Wi-Fi を使うとか、その辺のところをちょっと駆使して、良さそうな動物病院のせめて定休日と時間、営業時間ですねを調べてこようということにしました。そしてまあここまで5日間6日間の間、なんだろうな、その例えば骨折をしていると熱を持って、グロッキーになってしまうとか、あると思うんですが、そういうことではないので、まあ数日中に連れていくっていう感じですかね。もう部屋のいろんなもろもろもやりながらなので、いいタイミングで連れていければと思います。その前に治っちゃったらね、いいんだけどね。はい、ということでした。ポンちゃん大丈夫？